はい、皆さんこんばんは。今日ですね、ケフィアヨーグルトを作ったんですけど、はい、わかりますか？なんかこれなんか分離してるんですよ。なんでこうなっちゃったかっていうと、まあ自分ヨーグルト、ケフィアヨーグルトを何度で何時間やったらうまくできるか試してたんですけど、一応一番よくできるのは27度の24時間がなんかうまい具合にケフィアヨーグルトできてます。でこれですね、27時間ぐらいほったらかしちゃったんですよ。そしたらなんかこんな、これもう水みたいな透明な液体です。これ乳製なのかな、なんか分離しちゃってます。でちょっとね、はい、さっきのケフィアヨーグルトの上の方にあったやつをすくってきました。味自体はね、味自体はなんか若干酸っぱい感じになってますね。発酵させすぎかな。これ食べていいんだろうか。ちょっと、はい、ヨーグルト、ケフィアヨーグルトを作ったら失敗しちゃったよっていう動画でした。なんかこんなんですいません。